はい。ひとつきまさず、しみです。今日はですね、自民党総裁選、いよいよ結果が明日というところで、えー、河野になるのか、高市になるのか、岸田になるのか、もう安倍、麻生含めて、二階さん含めて、最後のあがき、最後の安藤を行っております。ね。えー、もう泣いても笑っても、もう24時間も経たないうちに結果出るんだけど、どうなるのか。 ね、そしてその後の日本どうなっていくのかっていうのも含めてですね佐藤さんと話をしていきたいなというふうに思っております佐藤さんは初級を政治家小沢一郎という本を書かれていて40年間ですねいろんな政治家ねそして、えー、官僚取材してきましたそんな佐藤さんに今日も聞いていきたいというふうに思います佐藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、まあ、この動画を撮っているのが9月28日のですね18時半頃なので 結果が出るのが明日二29日の15時半か40分かそれぐらいですからもう24時間ないいや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 どうなるんねんろうなぁまあそうですねもう,もう本当にん感じですよね、うん、もう高市が2階にあったりですね、うん、細田派に怒りのマグマがうつ渦巻いていたりですねもうなんかこんなにぐちゃぐちゃな自民党総裁選も久しぶりに見たなという感じですそうですねうん それはね要するにまああのー、派閥ですね、うん、あの派閥の論理がですね、うん、もうなかなか効かなくなっているということとうん、うん、それはなぜかというとですねこれはねまあ,あ一言で言えば世代交代なんですよ、うん、世代交代の波がですね、うん、今、自民党にものすごく大波となって押し寄せているんですよ。うんうん そのおですね大波がですね、うん、まあこういう状態を、えー、かまし出していると、うんうん、まあ要するにあのー、あ簡単に言ったら安倍さんとか麻生さんとかね、うん、それのあのー、力が要するに弱ってるということなんですよ。うんうん、まあねそれをねちょっと見ていきたいと思ってるんですよ、はいうん、でねこのおー「週刊ポスト」の記事なんだけども。はい この自民党自民総裁選の中でね、うん細田、細田派に不満のマグマっていうですね、うん、記事があるんですけど、これ、若手が安倍氏に世代間闘争を仕掛けると、ね、まさにそういう記事なんですけどもね。いやー、この安倍さん、悪そうな顔してるわ、写真が。<laughs> うーんまあそうなんですね、うんで。要するにね、この記事のメインテーマというのは、ですね、うん、この安倍派の内情ってのはどうなってんだと、うんまあ、安倍派というのはイコール細田派ですね。うん その内情っいうのはどうなってんだっていう話で,で、すねうん、うん、で要するに安倍さんはまあ高市さんを応援しているという話ですよね、しかし、あのー、この細田派の中に、ですね、うん、もう特に若手がですね冗談じゃないよと、うんね、自分たちは、その自分たちのねあのーえー、考える人をです、ねえー、一票を入れたいと、うん、ということでですね。うん 何度も紹介したように、ですねこの3回生のね、うん、福田達夫さん、この人が、この党風一新の会っていうのを組織して、ですね、はいうん、この派閥横断的に、ですね、うん、そしてあの派閥にとらわれないで投票させてくれと、うん、という運動を、ですね、うん、あの,派内,あの派内と、それから、まあ、自民党内で起こしたわけですよね。うん でこれで約90人が集まっているわけですよ、うん、まあ一大勢力なんですけども、うんで、この福田達夫さんという人は一体どういう人かというと、うん、この人はですねお父さんが福田康夫さん、うん、元,元総理ですよね、はい、そしておじいさんが福田武夫さん、この人は元総理、うん、ということでまさに、まさに細田派のプリンスと言われているんですよ、うんうん、ねそしてですね、えー、これはね、 安倍さんの安倍家とですねこの福田家はですね、うん、すごい因縁があるんですよ。うん、まあ要するに、この細田派の中で、交互に権力を握り合ってきたファミリー同士の対決なんですよ。うん、あのファミリー同士それぞれの世代でですね対決し合っているんですよ。うん、まずね、この細田派を作ったのが、ですねこの、えー、福田達夫さんのおじいさんである福田武夫さんなんですよね。うんうん あのー、田中角栄とのですね、核服戦争で有名な福田武雄さんなんですよ。はい、ねでね、えー、っとね、このおー政治アナリストのですね野上忠興さんっていう人がいるんだけども、まあこの人はね、この安倍晋三沈黙の仮面っていうね、うん、こういう本を書いた人なんだけども、それよかった。よ この間は共同通信の政治部の記者だったんですよ。うん、総理版やってた人ですよね。そうです。うん、そして、その福田とかですね、まあ、そういうのをずっと取材してきた人で、はい、まあその人がコメントしているんだけども、うんえー、今回のこと,ことですね、えー、それをちょっと読んでみますとね、えー、この記事の中にあるんですけども、えー、派閥の創立者である福田武夫さんは、うん、安倍氏の父、慎太郎さんが、 初めて総裁選に出馬した時子飼いの中川一郎氏を出馬,出馬させてわざと慎太郎さんの票を削ったと慎、うん、太郎さんに後継者として力をつけさせ,けさせないためだった二、うん、代目の安男氏と安倍氏も肌が合わず小泉政権時代に官房長官と副長官として北朝鮮政策をめぐって激しく対立した。 因果をめぐるで今は公衆、ところを変えて安倍氏が派の実権を握っているが派閥を奪い返されないために福田家の三代目つまり達夫さんですね、うん、に、えー、絶対につ力をつけ,させつけさせたくないはずですと、ね、一方の達夫氏は安倍氏が派閥に君臨し,君臨している限り自分の出番を邪魔されることが分かっているから。 この機会に若手を結集して安倍氏に世代間闘争を仕掛けた、うん、ということなんですね。うん、でまあこの見方はですねまあ、非常に正しい見方だと思うんですけども、はい、まあ要するにこの福田家と安倍家がですね、うん、この世代間でですねこう、えー、闘争しているわけですよ。うん、で今回はですねあのこの福田達夫さんがいよいよ、えー たを立てたと,、うん、ということなんですよねとということでまああのー、福田ファミリーというとですねこれはね、まあ、何だって創業創業のファミリーですから、はい、これはとにかくねあのー、力があると,、うん、というふうに見られているわけですよ。うんうん、ね、まあ、自民党の政治ってのはそういうのはまあそういう全近代的なね、うん、意識が非常に強いですからいまだですね。まあ いい悪いは別にしてですよ、うんうん、現実としてそういうのがありますから。ねということで、安倍さんというのはね、このオーナー家、オーナーファミリーのですね福田達夫さんの影に怯えているわけですよ、奪,奪われんじゃないかと、権力をね。なるほどこれが今のね、安倍派のあのー、権力構造のですね、うん、今の動きの一番基本的なところなんですよ。うんうんね、そしてですね 安倍さんの盟友であるですね麻生さんを見るとですね、うん、これもね、あのー、週刊ポストの記事なんだけども、はい、麻生太郎氏が恐れる河野家への大政奉還、ねえー、総裁選後に麻生派空中分解をっていうね、えー、これもですねまあこのおお記事の見出し見ればですねもうお想像がつくと思うんだけども、うん、もう要するにこの 麻生さんのですねこの麻生派というのはですねこの河野太郎さんの、えー、お父さんである河野洋平さんの派閥が一番基本になっているんですよ。ねということでねあのー、この麻生さんもこの河野太郎さんが要するにね、えーえー、煙たくて怖くて仕方ないんですよ。ねということがね基本にあるんですよ。うん、でねねあのー、これは、ね、だから 同じように麻生さんもオーナーファミリーの河野太郎さんの影に怯えているということなんですね。なるほどね。そしてね、あのー、この「週刊ポスト」の記事ですね、はい、えー、非常にですね <laughs> あのー、参考になるところがあるんで、ちょっといあのー、一番整理されてるんでね、はい整理されているんで、ちょっと読んでみたいと思うんですけども。はいえー この後半なんですけども、えーとねまあ、麻生さんはですね河野ファミリーへの大政奉還を恐れているから、うん、恐,恐れていると、うんね、麻生氏は、えー、河野氏の父陽平氏、えー、から引き継いだ弱小派閥に旧山崎派の甘利明グループ旧谷垣派の佐藤勉グループ旧、えー、三党派を合併させて えー、細田派に次ぐ党内第二派閥へと拡大した、うん、俺が派閥のオーナーという意識が強いえしかし創業家出身の河野氏が総裁選に出馬すれば、うん、麻生派は河野派へと世代交代し派の実権を奪,い奪われかねない権力を維持するために80代の麻生氏は60歳に近い河野氏に「まだ早い時期を待て」と言い続けてきたのだ、うん そしてさらに、ですね、えー、その下にこの中堅議員が語っているところが、ですね、はい、この言葉が非常にね重要なんで、ちょっと読み,みますと、ですハナイは、えー、岸田支持に回った甘利さんと河野さんとの事実上の後目争,争いになっている、うん、こうなっては麻生会長も収拾できない、えー、河野さんが勝てば河野派に衣替えして、 戸様の一部の議員が離脱し、負けたら河野さんの方が歯を割って出るだろうっていうね、なるほど。ということで、うん、まあさんが空中分解するだろうっていうことなんですよね、うん。勝っても負けても麻生さんの派閥は弱体化すると。そういうことなんですね。うん、でね、えー、これはね、これ重要だと思うんですよ。うん、つまりね、甘利さんっていうのは、木田、ね、甘利さんね、甘利明さん。うん これ岸田支持に言ってるじゃないですか。言ってます、ねえー、そしてですね河野さんというのは麻生派なんだけども、うんね、麻生さんもその支持をはっきりさせてないわけですよ。うんうんね、で、実を言えば僕の情報では高市さんなんですよ。うん、岸田さんではなくてね。うん、岸田さんではなくてこういうこれが、ね、重要なんですよ。うんうん、あのね 要するに麻生,麻生派というのはね、それぞれの思惑で、もう空中分解しちゃってるんですよ、うん、あの思惑が。どういうことかというと、麻生さんはとにかく河野さんに総裁について欲しくないんですよ。うん、だ要するに嫌だと、代替、うん、わりしちゃうから、うん、絶対それは嫌だと。うんね もうボルサリーノ気取ることができだぜ、うん、イエイっつって六本木で偉そうな顔できないう,うん六本木のねなじ、うん、みのまあもうどっか行っちゃうみたいな感じでですね、うん、これはまずいなということでですね、うん、まずいということなんですよねで派としては一応岸田さんをね、うん、え岸田さんと河野さんというふうになってるわけですよ、うん、だけども岸田さんもね実は大嫌いなんですよ、うん、麻生さんは。 なんでかというとこれは前も、えー、言いましたけども、うん、ねあのー、麻生派というのはね要するに今さっき言いましたけど河野洋平さんの派閥を引き継いでるわけですよ、うん、で河野洋平さんというのは、うん、あのかつての加藤浩一さんとまあ喧嘩別れみたいな形でですね宏池、はい、会をわったんですよね、うん、なので大宏池会構想ってのは常にあってですね、うん 岸田さんはそれを唱えているわけですよ、うん、みんなまとまって大宏池会でやろうと。うんうんね、そしたら、ですねもし岸田さんが総裁になったら、ですねまさにそれをやられちゃうかもしれないですよね、うん、大宏池会。そうすると、そこでも大々的なあの代替わり、世代交代が起こるんですよ、うん、岸田さんへの。うん、またボルサリーノはもういなく,、うん、な,く,な,くなっちゃうわけです。<laughs> どっちにしろ ということで、麻生さんにとっては、河野さんはだめ、うん、岸田さんはだめとなってるわけですよ。うん、ところが、この甘利さん、ね、麻生さんの片腕であるあ甘利さん、うん、この人はあのー、岸田さんじゃなきゃ困るんですよ。うんうん、岸田さんじゃなきゃ困る。はい、河野さんは絶対にだめなんですよ、うんね。河野さんがなった場合は、 もうう自分は去ららななななければならない、うん、ということとこんですよ、ねうん、あのさっき言ったようにですねこの派閥でね甘利さんの小さいグループがあの麻生さんにね、吸収されてできましたからそういう状態なんですよ。うん、だけども情勢を見るとですね甘利、ね、さんというのはそこら辺ね情勢見るから、うん、情勢を見るとどうも 高市さんがが上上に上がってきそうだと、うん、安倍さんが一生懸命力入れてるんで、うん、ね。とするとあの決選投票では高市さんは河野さんに勝てないぞと、うん、という情勢を読んでいるんですよ、うん、多分ね我々と同じように、うん、そうするとどんなに頑張,ったじ頑張ったって自分はもうこれで終わりなんですよ河野さん勝っち,ちゃうとね。うん どんなに今何をしようと。うん、ということで、あのー、もうこれはね、あのー、現実を見てほしいと、うん、というね、ことが甘利さんの頭にあるわけですよ。なるほど、うん、それだったら、高いさんなんてやめて、うん、ね岸田さんをやってくれと、うん、ね岸田さんが決選投票に出ればね、2位になって決選投票に出れば、河野さんに勝てると。うんね だから河野阻止のためには岸田だと,、うん、と強く思っているわけですよ。うんね、自分勝手な理由やけど、まあ、そう思ってるわけや。そう、自分勝手なもちろん自分勝手な理由だけどね、<laughs> 岸田だと思ってるわけ。うん、ところが、あの麻生さんにとっては、岸田冗談じゃないぞ、お前っていう話なんですよね。そこでねねささんとお甘利さんとりもやっぱり、ね、利害が あの微妙に食い違うわけですよなるほど、うん、ここがねあのー、非常にね難しいところなんですんですよ最終盤でうん、うんね、そしてねあのー、この今のところをですね頭に入れてですね、はい、頭に入れて、えー、まあいろいろね最終盤でいろんな記事が出ているんだけども、はい、ねこのね えー、これは G 通信の決戦へ河野氏、えー、包囲網っというね記事があるんですよ。うん、ねこれを読むとですね、甘利さんがですねあのー、活躍してるんですよ。おお、こんなところで急に出てきた、甘利、ね。甘利が。<う>ね、えー、っとね、これを読むとですね、ちょっとよ最初の読んでみますとね、はい、自民党総裁選は最終盤に入り、 決選投票を見据えた駆け引き,駆け引きが激化した河野、うん、太郎規制改革担当省がリードしていると見て岸田文雄前政調会長を推す天井明党税調会長と高市早苗前総務省を支援する安倍晋三前首相が2位・3位連合を視野に会談会談したんですよついについにねそうねこれはね まずねあまりさんはあの安倍さんを説得しようと思ったに違いないんですよ。これね、安倍さん、もうね、ここはね、現実味多いよと <laughs>、ね、ここはもうね、高い位置ではね、河野にね負けますよと、岸、うん、田だったら勝てるんだよ、うんねうん、あんたもね <laughs> 河野じゃまずいだろうと、岸 <laughs> 田で目をつぶるしかないだろうと。 まあ、多分そんんそななよような会話してるんですよ、うん、だって河野だったら石破さんとか菅さんとか二階さんが後ろについてるからもう完全に安倍さん的にはがっしゃーンの危機があるけど、うん、岸田さんだったらまだなんかいろいろ条件つけたらもう言わないって言ってくれてんじゃんみたいな森<う>かけとか桜とかそのようなのうなとを言ってると思うんですようん、うん、でねその次の段落読むとね、うん、あのー、その会見場から出てきたですね甘利、うん、さんはこう言ってるんですよ、うん、岸田さんはしっかりしてきた。 たくまししなっ安倍氏は27日、衆院議員会館で甘利氏と向き合い、こう伝えた、こう伝えた、こう伝えたというのは誰が言ってるかというと、これ、甘利さん以外ありえないわけですよ、まずそこに2人しかいないわけですから、ね安倍さんはそういうことを言うわけないんで、ですね甘利さんが出てきてそう言ったんですよ、安倍さんの言葉が、岸田さんはしっかりしてきた、たくましくなってきたと。 とということなんで、すよ、はいね、で岸田陣営は決選投票に、えー、進んだ場合の支援についても、好感触を得たという、甘利氏はこの後所属する麻生派の会長、麻生太郎副総理兼財務相と面会した、安倍氏との会談内容を報告したとみられる、うん、ということなんですよね、うん、ねここれねこのね。 この3、4行をどう読むかなんですようん、うんね。つまりね、甘利さんと安倍さんの間、まあ、そういう会話したと。安倍さんがこういう言葉を言ったと。うんね、これをどう捉えるかなんですよね、うんで。甘利さん流にですね、甘利さんの立場に立ってみると、あ、安倍さんは岸田,岸安倍は岸田にね、岸田に方向転換したと、舵を切ったと。うん、やったーとというのがね、甘利さんの うー見方なんですよ、うん、これはもうほぼ間違いなく。なるほどねところがねわからないんですよこれはね安部さん一応リップサービスでそういうふうに言ってる言ってるかもしれない、うん、でも内実は変わらない、うん、という可能性もあるわけですよ。十分ありますよねつまりねこれだけではねわからないんですよ。うん、この「g 通信」のこの書き方ではわからない。うん でね、次、えーっとねえーえー、この書き方がわか,からなくてです、ね、はい、だからこの G 通信の,この趣旨としてはです、ね、うん、とにかく安倍さんは方向転換、ねあのー、舵を切ったんじゃないかと、岸田さんにね。はい、というのが、ね、この記事の趣旨なんですよ。 だとすると河野さんはかなり不利ですよね。不利ですよ。うんね、うん、不利なんですよ。うん、あのー、この G 通信はね、うん、そういう趣旨なんだけども、うん、なんだけども、あのー、確定的な要素がないんですよ。うん、決定的な要素が。うん、なのでね、これは信用はできないんですよ。うん、ね信用はできない。うん 信用はできないということなんですよ。うん、ね、だけどね、まあのー、まずね。安倍さんがですね、はい、一体どういう人かということをまずね、考えなくちゃいけないんですよ。うん、ね、安倍さんはね、この人は絶対が欲しいんですよ。うん、だって自分のこれがかかってるんだから。<う>うん、ね、まあ、誰でもそうだと思うんだけど、同じ立場に立てばね。あのね、あのー、麻生さんとか。うん その甘利さんの動機というのはねまだアマチュアの動機じゃないですか。ういんう意味ではねあの甘利さんの場合はですね自分がその、えー、派閥の長をですね、まあ、実は自分が麻、ね、生の追加と思っていたのに、うん、要するに河野にとらえちゃうっていう話じゃないですかうん、うん、ねまあそのレベルですよね。うん、で麻生さんにとってはあもうボルサリーノできねえぞと。うん そのレベルですよね選ぶれねえよねね選れっていうねそうすると、それと比べてですね、うん、安倍さんの場合はですね、もっと直接的なんですよ。うん、つまり、広島のね、あのー、大規模買収事件に絡んで、うん 1>, えー、1億5000万円の、うんえー、とりあえず半分ねって言って、とりあえず半分、ねうん、持てちゃと、ね、りはんも、うん、持ってっちゃった、7、うん、8 0万。それが、えー、東京地検特捜部の。 相当のです、ねうん、あの捜査の対象になっていると、はい、ねでこれ、政権がですね反安倍に変わっちゃうと、うん、これはね相当怯えなくちゃいけなくなっちゃうわけですよ、ねあの来年の6月、ですね、うん、通常国会終わる頃もう相当怖いことになるわけですよ、うんね、で絶対に河の石破には渡しちゃいかん、うん、それと次に岸田にも渡しちゃいかん。うん しだあいつは分からんと、うんね、あいつは本当にあのちょこちょいでバカだから、うん、どんなねあのことで転ぶか分からんと。うんうん、ということでしての設定大丈夫だ,とだってあのすもともと前安倍さんが辞めた後すぐ岸田さんになるっていう話があったじゃないですか。<laughs> うん、でだけどそれペってやられたじゃないですか。 えー、多分、あの菅さんの鉄面皮の方が足できたっていうのもあるんじゃないですかね。そう考えたらね、ねあの当たらない、それはない、それはない、はい、次みたいな感じで、抑えてくれるのかなっていうふうに期待もあったと思うけど、岸田さんはふにょふにょしてるから、うん、記者からの質問とかに、なんか、いやあとそれは、えー、っと、ちゃんと調査しますとかっていうふうに言われたら、うん、安倍さんからすればもう身体どころか、生命かかってるぐらいの命がけだから。 命がけなんですよ、ああこれはああ、うん。だからね、あのー、その安倍さんの動機にはね、やっぱり勝てないんですよね。うん多んね、甘利さんはね、相当僕が言ったと思うんですよね、うん、これはまあ想像ですよ、うん、ね、うん、やっぱりね、相当、いや、岸田は相当たくましくなったら大丈夫ですよと、もう心配することはないですよ、うん、と言ったと思うんですよ。うんうん で安倍さんもリップサービスでね、うんうん、確かにたくましくなってきたなと、ねうん。頑張ってるね、岸田君も頑張ってるね、そう,そうね、そうね <laughs> って言ってたかもしれない。そうそう、それでうんうんとうなずいてるだけだと思うんですよ。か、うんね、確約はしなかったと思うんですけどね。うんうん、だけど、安倍さんのその心としてはいやー、それは信用できんと。うん、ねということなんですよ。でね、まずね、あのー、なんといってもね、最終盤なんですよ。うん、最終盤でね。 あのー、これまでですね、安倍さんが高市さんのためにやってきたこと、うん、それをね、振り返れば、ここでね、ひっくり返すわけがないんですよ、まず、うん、ね、うん多分安倍さんの心としては、どうしても高い位置で突っ走りたいと。だって、どんだけ金と時間をつぎ込んできたんだよっていうそう、ね、だから例えばね、あのー、広告、ネット広告費ですよね。うん あれまあ、前回ね、あのお知らせしましたけども、うん、まあ情報によれば、ですねまあ3億は使ってるという話なんですね。そしてそれは、ですねどっから金が出てるんだというと、ねもう外遊しまくって、ですね、うん、首相時代に、そして途上国に ODA をばらまき尽くして、でですね、うんうん、ね、うん、で60兆とかですねなんとかっていうね話もあるんだけども。うんね そして、それの3%はあのー、キックバックっていうか、うん、自分の取り分だったわけですよ。うんうんね、そうすると安倍さんのねああのー、まあ、弁解っていうか言い訳に従っても、うん、まあ900億円近くはですね安倍さんの名義ではないけどもどっかに入ったわけですよね。それがまあいやいやバンバン使えるっていう話なんですよ。うんね まあ、そしてね、はい、うん。そしてこの安倍のファンですよね、安倍のファン。ね営業電話。あ、高知に入れんやろな、ね、高知に入れんやろなってこう、うお前、選挙の時応援行ったよな、今度お前、恩をあだで返したら、お前、縁切ってやつこのやろっ,ってこう電話をしてるから。そう,そうですよ。そうですよ。で、僕の情報でもね、うん、情報でっていう、これあれかあ、もう有名な話かもしれないけど、三、ね、回も買ってきた議員がいるんですよね。へへ <laughs> すごい。でね、安倍さんはね、電話をしそうなんですよ。ああ。 念押ししてですね。あのあの高橋たのこね。うんうん。ね君この代はしたんじゃないだろうね。大丈夫だね。<ん>うん、大丈夫だね。うん、大丈夫だね。うんつ、うん、って。<laughs> そう。そんなようなことらしいんですよ。ね。<laughs> まあそれがね最終版でね、うん、やっぱり変わるわけはないと。うんうん。いうことなんですよ。うんうん。うんうん、ね。まあそういうねえー、ことがあるんですよ。うん、そしてですねこの <laughs> あのあれですよ。この表読みですよね。そうなるとね。表読みこれはですね。まあとにかくこの前もね、あの全前々回かそのぐらいにあのお伝えしたと思うんだけども、はい、まずね、1回目の投票ではね、これはもう、まあ、誰が考えてもそうなんだけど、うん、まあ河野さんがトップ取ることはもう間違いないんですよ。そうですね。うん。うん、だけどもこれもあのー。 えー、どこも共通してるんだけども、うん、過半数には達しないんですよ。うんね、ということで、決選投票に行くんですよ、うんねえー。まず一応ね、復習的に言っておくと、えー、議員票382票、それから、えー、党員投票・投党友票も同じ382票ですね、うんでこの、この合計して、えー、このうち過半数、つまり382票。うん これを1位の人が取ればそこで決定、うん、だけども、えー、そのトップの河野さんも取れない僕の計算では多分、えー、順当にいって310票、うん、そして非常に頑張って347票、うん、それでも382票には届かない届かないですね過半数はいかないですねそうということで河野さんがまずトップとして、えー、トップで えー、決選投票に行くと、うん、問題は、岸田さんか高市さん、どっちが2位になるんだということなんですよね、そこで、ですねこれはね、あの僕がきょを聞いた情報では、はいえー、自民党のおまあ上層部のお人たちは、ですね岸田、高市、ほとんど同じだと、おううん、もうこれは分からんと。うん いいうねねねあの状況みたいです、ねね、だけどもここでですね前もあのお伝えしたようにそしてねあのー、話題になっているようにですね、うん、二階さんの作望がここで炸裂するわけですよつまり二階さんっていうのはねもちろん河野さんを押してるんだけども、うん、ねここでですね なんと二階派の47人の票を、うん、全部高市さんに第1回目の投票でぶち込んじゃお,うおりゃーってそう、うん、そうするとねあのー、僕の計算ではねやっぱりギリギリ高市さんが2位に浮上してくるんですよ、うん、ね、まあ、それでもねギリギリですよギリギリなんですよね私もあの、うん、見てみましたけど、うん、全部入れてもいくかなぐらいな感じですかね そうギリギリなんですよ。うん、で、まあにそういうわけでに高市さんか、岸、うん、田さんかということで、まあそれを巡ってね、あのー、これ、今日かな、はい、高市さんがですね二階さんを訪ねたわけですよ。はい、ねこの記事に載ってますけども、うんうん、ね、えー、にあの高市さんが二階さんを訪ねて、うん、ねそして、 総裁選への党幹部や職員らの協力に謝意を伝えたというふうにあるんだけども、うん、ねあのその後ですね高市氏は二階氏から、えー、まだ1日あるから頑張りなさいというお言葉をいただいたと明かしたと <laughs> これ産経新聞の記事ですけどうん、うん、ね高市氏は記者団から、えー、国会議員票で二階派、四水会47人の支援を要請したかを問われ問われるといえいえと否定した。 イエイエいい何言ってんすか、いえいえ。いえいえと言ったってね、れ <laughs> ねそんな、いえいえをね、そのそのまま受け取る記者はいないわけですよ。うん、いや、これで、あじゃあそんなもん言えるわけないだろうって、いや、そうでしょう、うんあの、取り付けてきましたって言ったら、大激震ですよ、そんなの。うん、本当に間違いなくですね、これ、要請したに決まってるんで、うんうん、まあね、それに、それで二階さんがどういうふうに言ったかよくわからんけども、うん、まあ要請したのは間違いないですよね。うんうん でここでですね多分二階さんのあのー、作望が炸裂すると思うんですよ。うんうん、ねそして、あのー、高橋さんが2位に上がってくると、はい、いうことなんですよ。いやで今ですね、うん、それを巡ってですね、もう最後のうん多分安倍さんが、ですね安倍のフォンをかけまくってると。<わ> <laughs> ねお前、絶対高市入あろって。 やったぶんね、それと同じように、まあアマリフォンもやってるのかどうかよくわかんないけどね。<laughs> アマリフォン、うん。ね。<laughs> アーマリさんも必死だと思うんですよ、多分んねなあ。そうやろう、うん、アーマリさんもね、言ってみれば政治生命ね、うん、もうあとはしょぼんという感じになりますからね。そういうようなね、うん、あのー、状況なんですよ。うん、ね でねこれをね、だから一番、あのー、最初に言ったようにですね、うん、大きく言うと、これはね、世代交代なんですよ、うん、ね世代交代。はい、つまりね、あのー、安倍さん、ね安倍さんはね,ね、一番最初に言ったように、福田達夫さんの影に怯えてると。うん、で、麻生さんは河野太郎さんの影に怯えている いうことなんですよね、うん、同じように二階さんもですねやっぱりねあのー、この山口3区でですねこの林芳正さんにね、うん、この二階,階派のナンバー2の河村武雄さんをですね、うんえー、の議席を奪われ奪われ,る奪われつつあるわけですよ今はいねこうも世代交代なんですよ、うん、そして自らもらも和歌山3区でですね 施工広重さんこれに挑戦されるかもしれないんですよねうん、うん、ここもまさに自らがもう直接ですよね2階さんの場合はねうん,、うん、うん、これはやっぱり世代交代なんですよ、うん、ということで自民党はね今ねものすごい大きい世代交代の大波の中には、うん、その典型というか象徴が河野太郎さんなんですよ、うん そして河野太郎さんに今ついているのは石破さんでありねそれから小泉進次郎さんであり、はい、ねそれから福田達夫さんを中心とするね、うん、東風一新の会、うん、3回生であると,ということでもうまさにね世代交代、うん、これ何,何の世代交代かというと安倍さん麻生さんまあ二階さんおまけみたいなもんだけど。うんうん 安倍朝支配体制に対する世代交代なんですよ。うん,うん。うん、まあ好きかってやりすぎたな。もう、あの人たちも。うん。うん、そうですね。うん、そういうことなんですよ。うんうん、で、まさに僕はね、あのー、最終的に河野さんが勝つん勝つと思うんですよ。うん、ね。これを前の動画でせあの予想した通り言、うん、い,いに行くと思うんだけども、その、 そういうふうに河野さんが勝てば、ですね、うん、世代交代がやっぱりね、一気に進んでいくと,、うん、と思うんですよ。はい、つまりさっき言ったように、その週刊ポストのね、うん、記事も予測していますけども、うん、まず安倍派ですよね、はい、安倍派がやっぱりその福田達夫さんを中心とするね、このグループに相当されていくだろう、うん、安倍さん自身がもう手駒を失いますから。うん あのもう相当ね、安倍さんは、うん、あの影が薄い存在になっていくだろうと、麻生さんの麻生派に至っては、ですねこれは河野さんはもうあの完全に代替わりしますから、うん、そして、うん、え甘利さんももう外に出,出ざるをえないということになっていきますから、うん、もう麻生さんも終わりと、うん、いうことになるんですよ。うん そうならんようにぐちゃ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 動いとるわけですね、今そうなんです。うんね、そしてですねその、この2位ですね、1>, うんえー、1回目の投票でね、えー、岸田さんが勝つか、高市さんが勝つかなんだけども、うん、やっぱりね、あのー、岸田さんが勝つ可能性もなくはないんですよ。うん、またね、相当今、もう、ね、高市さんと岸田さんギリギリですもんね。 ギリギリですよそこで岸田さんが勝てばですねこれ、うん、は決選投票であの河野さんに勝つ可能性が高いんですよ。うんうん、というのは、えー、まず高市さんの票がですね岸田さんにあのどっと流れるわけですよね。岸田さんっていうのはね何、あのーまあ、て言うかな何度も何度も説明したようにですね もう全く頼りなくてですねおっちょこちょいなんだけども、うん、あのー、まあ、それほど締め付けはしないというですね、うん、あのいう,いうようなですね特徴があるんですよ。まあ,あと河野さんに比べるとまだ劇薬じゃないし。劇薬全然ね劇薬じゃないんですよ。うんつまりねこの人は要るにまあゆでガエルなんですよね。<laughs> そ要するに、いいお湯だなと思ってこ使っていると、ですねだんだん熱くなってきて、いつの間にかね、あの煮沸されてしまうちあちちちってぱったりっていう。そうそう、そういうねあの人なんですよ。でね、まあ岸田さん一人がそうなるのはね、かわいそうだけど、し仕方もないなと思うんだけども、これね、総理になると、日本全体そうなっちゃうんですよ。そうですねということで、それじゃね、ゆで替えじゃ困るんですよ。ね なんだけども、今ね、あのー、非常に短いスパンでしか、あのー、よく見えない人っていっぱいいるんですよね、うん、つまり日本の長期的な、えー、発展ではなくて、うん、今さえ良ければいいみたいなね、そういう人,人たちは岸田さんにつきやすいんですよ。うん、そうう。でしょう、ねうん、そんな厳しい改革なんかね、今,ねや,る今やる必要ないだろうと、うん、もうちょい先やればいいんだよ。 何十、うん、で、そういう人たちは岸田さんにつくと、うんね、そういう人たち結構多いんですよ。うん、ま数の面からしたら、ですねそういう人たちの方が多いんですよ。ということで、あの岸田さんに流れる可能性もあると、うん、そうなると、ですね今度は河野さんのね行き場所がなくなっちゃうんですよ。うんうん、それとあとあ石破さんも 相当また追い詰められるんですよ。うん、で、小泉進次郎さんも、それ以上に追い詰められるんですよ。小泉進次郎さんは、結構ね、あのー、まだ、あ。東京、度胸があるというか、うん、結構すごいことを言ってるんですよね、うん。かなり言ってますよ。うんうん、要するにね、えー、安倍さんが向こうを応援してるからね。え、うんね、それでも、うどっちがね、本物政治、政治家が、よくわかるだろうみたいなで、ね。でも、よう,う、ようやく、ようやくして言えばそういうこと言ってるわけですよね。<laughs> そうそうそう。 安倍さんがそれにね、うん、激怒してるわけですよ。いや、それ怒るでしょう。ねうん、あの小僧、うん、と思ってるわけですよ。やめんじゃねえぞ、この野郎ってなるよ、そりゃ、うん。ということで、岸田さんが勝った場合には、ですね、うん、このお人気者3人はですね相当追い詰められちゃうんですよ。うん、そうなるとね、それはそれで自民党に激震が走るんですよ。うん、つまり、えー、下手したらね。 あるいは日本政治にとっても本当はそれがいいことなのかもしれないけど、うん、例えば自民党分裂とかね、うん、そういうね激動にねあの突っ込んでいく可能性もね僕はあると思うんですよ。そうですね。うんねそれはあると思う。うん、だどっちにしてもねあのー、激動の時期に来てることは確かなんですよ。うんうん、そう今ねその余震というかな余兆というか。うん まあ初期微動というかですね、うんうん、そういう状況なんですよ、今、今ですね、今現在。怖い。うん、うん、そういう状況なんですよ。うんねまあ、これがね、まあ明日のあれを迎えるにあたっての現状況なんですよね。いずれにせよ、自民党はかなり揺れますね。うん、自民党は揺揺れれまますすよよ、うん、大いに河野さんが勝っても岸田さんんがが勝勝っっててもも岸田 あのね、これはすごい揺れますよ。うん、まあ高市さんが勝つことはない,ないと思いますよ。うん、ないですよ。高市さんが2位に上がってくれば河野さん勝ちますから。うんね、で岸田さんが2位になって決選投票になったら岸田さんの方が勝つと。だから高市早苗が勝つということは基本的にはないっていう感じですよね。うん、ないですね。うん、だけどね、この2位、 2位ですね、うん、一体これどうなるか、うん、それから決選投票どうなるかということで、うん、これね、投票投票場所は、ですねこの、まあ、ホテルであるんですよね、うん、どこのホテルだったかな、ホテル上であって、はい、その会場はね、あの舞台の上なんですよ、<ー>ステージの上なんですよね、うんうん、これ、過去の例を見てるとですね、でステージの上にですね、 この投票所みたいなですね、われわれ投票所行くじゃないですか、うん、あれと同じようなものがしつらえられてるんですよね、なるほど。そこで、みんなこのね、あのー、壁に向かって書くんだけども、うん、それで背中をですね会場に向けてるわけですよ、まあ見えないようにね、うん、書くんだけども、これがね、なんか話によると、はい、これね、分かっちゃうらしいんですよね、はい、誰に書いたかっていうのは。<laughs> <laughs> これねあの手の動きじゃないあれじゃないですかうん,うん,うん、うん、これはねなかなかごまかせないんですよね確かにまあ、ッカーせっかくのと<う>きっきっしって書くのとあさんずい書いたからこうのだとかなったくあらか僕もねこう書いてみたんだけども、うん、ね特に決戦同様ですよね、うん、これこうのか高い誓った全然違うんですようんそうですね あのね、河野さんの宿命的なとこはね、三つ、うん、で始まるということです <laughs> う、ね、ここからこうこうこう走るから <laughs> どうしてもね、この肘を見ると、じゃ、うん、ち,ち,ちょっとこう動くわけですよ。三 <laughs> <laughs> つね、三つどうしても動くんですよ。ね、これ三つ動いたらあ,あ,あここいつ <laughs> ここと書いてあっいつこわって<笑><笑>ね。うん、だからね難しいですよね、なんかなか、うん、こうエア なんかエア書き方で高い位置ってこうエアで書いてね <laughs> それであとで素早くじゃあ多分見られてるよ安倍氏どうってジーって <laughs>、ね、だから多分ね、あのー、舞台袖で、うん、見てる舞台もね見てる人たちもいると思うんですようん、うん、係の者のがね、うん、どっちかなみたいなですね、うん、そして特に決選投票では、ね、高橋さん出てきた場合ですよ、うん 出てくる可能性あるんで、うん、高いと思うんだけども、安倍さんはね、絶対見張らせると言ってると思いますよ。うん、ねた高市、大丈夫だろうね、君、ここからして,してないだろうね、<laughs> ねそれはもう絶対もうね、いくつもの目が見てますよ、のつの分かってたろなことやろうっつって、そう、ね、うん、それもみんな分かってますから、必死だね,ね。だから覚悟して書かなきゃいけないわけですよ、うん、今回は。うんうん それがね決戦投票ですよ。おおもうむちゃくちゃになってきたなうんまに。今回はそういう意味でね厳しい戦いであることは事実ですよね。間違いなくそうだろうな。そうなんですよ。まあそれに対するね野党の方はねこれがやっぱりねだから厳しいんですよ。これ昨日もお伝えしたんだけどもね。 この前哨戦であるですね、北海道旭川市長選、うんね、それからその前にあった北海道標別市長選、うん、これでね、連敗してるんですよね、うん、立憲民主党は、うん、自民党に、うんうんね。これはね、有権者はね、やっぱり感じてるんですよ、自民党の大変動。うんね、これはすごい動いてるぞと。 で、どうも河野がね。一番人気らしいと、うん、うん。そしてやっぱりね。あのー、期待をかけてるわけですよ。河野に石版もついてるから、うん、ね。うん、これから地方の時代になるんじゃないかと。うん、私の時代になるかもしれないと、うんうん、期待してるわけですよ。うん、はい、そこのところでね。やっぱり立憲はね。立憲民主党ですね。特にね。中心ですから。うん、やっぱりね。熱量が足りないんだよね。 うん、そうなんだよね。うん、自民党はこう、なんかよくも悪くもうごめくエネルギーがある、本当に。そうなんですよ。うん、そうなんですよ。ね。なか、うんまあ、立憲民主、特に立憲民主党なんですよね。うん、うん。まあ簡単に言ったらね、共産党とどれだけ一丸となるかね。うん。うんそうですね。一、まあ、本化調整ですね。 もう一つ残らずやるぐらいのですね勢い、うんうんね、それから統一名もやっちゃうと、うんね、もうそのぐらいの勢いでですねや,やると、ねで山本太郎さんとかね、うん、ねそれから立憲民主の若手とかですね、そういう大活躍してもらうと、うんねうん、そういうような、ね、体制でいかなきゃだめなんだけども。うん いまだ,だにどっかでね、こう枝野さんがこうボスボソっとなんかね、うん、経済政策はこれでとか,なとか言ってるわけでしょ、うん、なんか盛り上がらないんですよね。本当にもう、緊急事態宣言解除も正式に決まりましたよ。うん、でこう、それでこれから10月末以降の冬のコロナ、どうすんのっていう、そこなんですよねそういうところまで考えていかなきゃだめな時に。 なんかいまいちこう盛り上がらない野党っていう、うん。だからね、結局ね、あのー、コロナ対策しかないんですよ、とりあえずね、うん、大きくぶち上げるのは。うん、何度も言ってて、僕はね、この前、福山さんにも言ったん,、うん、ったんだけども、うん、ね、あのこの動画の提案をやったじゃないですか。要するにね、日本のこれまでのね、コロナ対策は、全部間違ってるんですよ。うん、それを正して ねそして、自分たちはこうやるんだと、ね僕はその青写真まで示したんだけども、ねこの前の動画で、そうですねそれをねぶち上げるしかないわけですよ。ねで今の自民党総裁選に出ている4候補のですねコロナ対策なんて、まるでなってないんですよ。んこれまでと同じなんですよ。なんにも勉強してない。 もう本当にね、もう政治家やめろって僕は言いたいですよね。残念ながら全員、それはもう河野さんも岸田さんも高橋さんも野良さんも、うん、全員だめ。全然勉強してない。はい、もう何のために政治家やってるのかなと僕は思いますよ。それからね、それはね、立憲民主党にも言えますよ。ねだって僕はこの前それを言ったじゃないですか、ちゃんとね、病院を再構築はこうやるんだと。ね、そして あのー、まさにあのー、今の感染研の体制とかね、医系祈願の体制とか、あのー、それはもうこれはまあなってないんだと、うんねいろいろ説明したにもかかわらず、うん、あのー、そこに向けて、ですね全然青写真が出てこない、うん、うん、これはもうね、だからそうなると、0対0で、ねで熱量で勝る自民党にみんな入れちゃう ということにななるじゃないですか、うん、そうですすかそうね本当に冬のコロナ対策めちゃくちゃ大変よ、うん、今たまたま下がってるけどとんでもないことになりますよなりますね、うん、だからこの冬はねほんと我々はねなんとか生き延びなきゃいけないっていうねまたですよあのー、自分のことはね、うん、自分でやらなくちゃいけないっていうですねうん次女会をまたっていう。 またその菅さんのねあの名言というか教えが生きているみたいなですね。次女ねうんが全然なってないななっていよ本当に。ダめもと。なんてかこのなんかいきなり「控除なしで次女だけやれ」って言われてもそんなん無理だよ。で結局東京の野戦病院だって全然進んでないらしいですからね。 なんかプレハブ施設で150床品川に作ったらしいんですよね,ね、うんうん、少ないって感じじゃないですか自宅療養者が何万人出たと思ってるんだ今回うん、うん、そうなんですよね、うん、こんなのじゃ間に合わないん本当ですよ、うん、で野戦病院もねさることながらねこの病院体制のこの再構築ですよね全然やる気ないじゃないですか、うんうん、ね うんまあなんかねあの私立大学はね50億とか100億とかあの助成金もらってるけど、うん、その私立大学病院がやらないとか、うん、j 校とか国立病院機構がやらないとか、うん、もうなんここ手つけてよでそれでなんかアメリカから帰ってきて菅さんが「はいじゃあ緊急事態宣言解除です」とかって何を考えてるんだっていう。 た、まね、多分選挙の衆院選が11月ぐらいから本格化するんだったら、そのタイミングで、おそらくこれ、コロナ上がっていくはずなんであの、そのタイミングで全然この自民党側が何も考えていないところをついて、野党側がコロナ対策でしっかり準備して議論して話しまくれば、まあ、かなり影響があると思うんだよな、岸田さん、ね、岸田さんなんて GoTo トラベル2.0とかなけど。 うん、ええって感じのこと言ってるからだからあのねこの僕がこの前の動画でも言いましたけど、うん、ねあのとにかくね季節性要因について全然誰も言ってないでしょ、うん、だから今第5波が下がってるのはなぜ下がってるのか、うん、誰もわからない、うんね、みんなマスク一生懸命してるからだとかですねそんなこと言ってるわけですようん、うん、そんなバーのことあるわけないじゃないですか、うん、ね で、えー、その季節性要因によると、去年,、ね、去年の例か,ら例から言うと、まあ、10月からですよ、もうすでに、うんうん、10月、11月ですよね、うん、もうそこから上がってきますよ、うん、10月下旬、うん、あるいは11月ぐらいからですね、そこのところでもそうするとね、政治の役割としては、もうなんていうかな、体制を整えることしかないわけですよ。うん、ということを言えば、実はもう今からね、病院体制再構築しないと間に合わないんですよ。うんうん ね、いや、うん、まあそういう状況にはなってきていますが自民党総裁選ではなかなかコロナ対策については語られていない状況で、えー、はありますが、えー、今日そろそろもう19時半ぐらいになりましたけどあと20時間後には分かってるわけですねもう本当に河野、まあ、まず最初のまとめておくと最初の、あのー、最初の投票では河野さん1位になるでしょう。 で2位か3位に高市さんがあ岸田さんがどっちになるかってうのがもう今こんな感じでもうガーってこう戦ってて高市さんになったら多分河野さんが決選投票で勝つでしょうと岸田さんになったらおそらく河野さん負けるでしょうとただどっちにしろ、まあ、派閥の理屈もかなりねあの通らなくなってきてるし安倍・麻生は衰退していく方向にはなってるなでそのダイナミズムがある中で、えー、どうして 野党はもううちょっっととわーって気合い入れるのかと、まあううとね、まあそううういいことでですすよねねま、はい、まああそそはんなわけでねあの今日もいろいろ佐藤さんに聞かせていただきましたが職業政治家小沢一郎を買ってですね皆さんぜひ佐藤さんを応援してほしいと、ね、そしてひとつき万冊特別バージョンね、えー、こちらがですねあの今、えー、販売していてこれはね8800円で動画がついています挑戦局 ねえー、選挙政権交代の基本っていう動画がついていて8800円で販売中なんで YouTube の説明欄是非見てくださいということで、えー、佐藤さん本日もどうもありがとうございましたありがとうございましたそれではチャンネル登録といいねよろしく今日も読者